私自身がいろんなマッサージとかリラクゼーション行ってたんですね。ここをたまたま見つけた時にエリ先生のここの圧が肉圧肉球って呼んでるんですけど、すっごく気持ちよかったのと、エリ先生がすごい儲けたいねん稼ぎたいねんっていうのが見えて楽しそうなんですよね。しんどい人のを楽にしてあげようとか、太ってる人を痩せさせてあげたいっていう必死なんですよね。そこが好きなんですよね。看護師なので採血上手やでっていうの嬉しいんやけど、私の手でまた来たくなるわとか、腰痛いの取れたよとか、それを仕事にできたらすごいいいなって思います。